また今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、激レア映画買い付けてきました、はい、この11月の2本目ですね。2本目ソロと戦闘艦に続く2本目が、はい、スモールタウン・イン・テキサス。テキサス、はい、これは、はい、おそらくは日本初お披露目を我々の方でできているんだと思います、はい、うん、これ何度目かの話になりますけど、実はそこのところってね、分かんないんですよ、ね、そうですね、確証が持てないっていうか、あの確実な裏付けが取りづらいっていうことですよね。取りづらいんですが、いやそれプロでやってんだからそんなのすぐに調べがつかないのと普通は思うと思うんですが、いや普通にそんなに確実な情報が、分かりませんと、結局ほらビデオで例えばね、その VHS で過去に出ていたとしても、はい、タイトルが何種類かあったりとかする場合もあるし、検索して出てこないケースがあるんですよね。そうなんですよね、そこら辺がね、だから確かにオールシネマさんとかかなり、かなりのところの正確なの精度でこうデータ化をされているけど、それでもやっぱり 100% 完璧ではない。はいはい、ですからね、こればっかりはもう本当しょうがないですよね。しょうがないと、もし公開されてたらごめんなさいですね。あとほら映画の権利があるところからあるところに移ったりとか、まあ一覧だけど、どっかが潰れちゃったりとか、そういうことで権利が動く場合があるので、ちゃんとその本当にあのこの映画が制作された当時から今日に至るまでの履歴っていうのがちゃんとなんか台帳みたいなデータベースみたいなので残ってるかっていうと、そういうものはまあないことの方が多い。そうですよね。であと昔ほらテレビ放送した時なんかも、例えばゴールデンタイムに放送した時の放題と、あとは深夜帯でこう別のチャンネルで放送した時のタイトルが変わったりっていうケースなんかもあるんで、だからそれって本当にこの何だろう、昔のね、あのテレビガイド誌 みたいなものをくまなくこうデータ化して、しかも多分当時その現代がね、そういったテレビ雑誌とかに併記されていたのかどうかもわからないし、だからそれを考えると、特にこういったマイナーな作品に関して言うと、そういう日本でちゃんとどっかで公開されたことがあるのか、要は劇場公開以外でもテレビ放送 VHS っていう形でね、こう実績があるのかっていうのは、正確な情報はまあ掴むのは難しいですね。そうですね、ちょっとネットでは調べましたが、もしどっかでね、一度何かで上映されたとか、ちょっとね小さなところで上映されたとか、どっかの民放でちょっと昼間とかにやってたとかっていうのがあったらごめんなさいね、ただないはずです、タイトルついてなかったですからね、これね。あ、なるほど、英語で、スモールタウン・イン・テキサス、カッコ、未公開って書いてあったので、まあ、これはないんだろうと、さっき中澤さんがおっしゃった、その、テレビ誌なんかに現代が併記されてないっておっしゃってたのは、つまり、むちゃくちゃな放題をつけられてた場合は、もうお手上げなんですよ。そうなんですよ、もう、素性がわからないっていうね、結局、その、現代にたどり着く、手がかりが放題に一切なかったりする場合がありますからね。まあそれでキャストでも載っててくれればまだね、まだねそうなんですけれど、いいんだけど、キャストを書かないで、なんかほら、あらすじみたいなものを書いちゃうテレビ書なんじゃないですか、ああなっちゃうともう本当に分かんないですね、そうですね、共通点はその、制作年アメリカとかっていうそこしかないので、分かんない。でまあまあ、とにかくこの映画、スモールタウン・イン・テキサスっていう映画を、あを抜いて、まあ日本語のタイトルですので、あを抜く、ザを抜くっていうのはね、あと複数形をなくすっていうのはもう、カタカナタイトルでいく場合はお約束かな、まあそうですね、ダンス・ウィル・ウルブスとかね、はい、あれも現代が違うじゃないですか、あとインタビュー・ウィズ・ヴァンパイアとかね、あとロード・オブ・ザ・リングとかね。外人が聞くと、漢詩と定冠詩がなくなっちゃってたり、あと数詞がわけわかんなくなっちゃってたりして大問題だとね、
思うんですけどね、あんまり変に数字とかをつけまくっても分かりにくいので、うん、はい、スモールタウンインテキサスというタイトルでいきます、はい、でこれがですね、はい、面白かった、うん、あのね、自分これ最初これ見た時にこうめっちゃニューシネマっぽいなと思ったんですよね。でもこれって制作年代調べると1976年なんですよね。これニューシネマとしてはちょっと後期というか、うん、後期っていうか多分もうその頃ってニューシネマ下火にはなってるっていうか、もう少なくともニューシネマ全盛期ではないですよね、はい、うん、だからなるほどって、この時代にこんなバリバリにニューシネマ全盛期みたいな、はい、うん、雰囲気を持ったあの映画が作られてたっていうのはちょっと意外でしたね。まあ見てみると、うん、はい、70年代アクションなんですよ、うん、まあ、そうそうそう、なんその、うん、ブリッドとか、はい、うん、なんかそう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 、ね、ゲッタウェイとかなんかそういうようなアクションなんですけど、うん、はい、うん、始まりの雰囲気は確かにそうなんですよ、すごいニューシネマっぽいですよ、ね、そうそうそう、だからなんかそういうこう社会派的なね、はい、うん、あの話が追っ始まるのかと思ったらなんかもう全然、うん、普通にこう痛快アクションじゃんみたいな、うん、あのちょっとあらすじから言うと、はい、まず冒頭一番最初に、はい、まあ、あの2人の男ですね、これティモシー・ボトムズとボー・ホッキンスが、うん、この2人の男のバトルになってるわけですけど、うん、はい、ティモシー・ボトムズがこうヨレヨレしながら、はい、あの夜の道を歩いてくると、はい、なんか服もね、ずるっとシャツがなんか出ちゃってて、はい、でスーツもだらしなくてね、はい、なんだろうと思ったら、うん、その夜の道で変なじいさんがふらりと現れて、はい、うん、なんか運転してたトラックが援護して、はい、頭に来たって言ってとと突然この銃を抜いてバン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 撃ちまくる、もうなんだろう、アメリカの田舎にいそうなおっさんですよね、あれ、いいんですか本当にテキサスには、まあ、テキサスチェーンソーマサカーよりはねでもほら映画やなんかでこういろんなそのアメリカ映画でこう、はい、の見聞きしてきた、はい、あアメリカの中西部とか南部とか の,、はい、のレッドネックの、おじさんって大体あんな感じじゃないですか、まあ、ステレオタイプになってますそう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 、なんかほらそれでも一応律儀にあの紙袋の中に酒入れて、はい、うん、それもう丸出しにして飲みゃいいのにと思うんですけど、はい、そこまでやってるんだったら紙袋の中に酒を入れてグビグビやりながら、はい、あこんな途中で援護しやがってオンボロトラックめとか言ってバンバン打って、うん、でそのボンあのボブティモシー・ボトムズが、はい、やばいじいさんに会っちゃったと思ってティモシー・ボトムズも大概ね、はい、変な格好してるんですよ、はい、ヨタモノみたいな格好で現れてんだけどさすがにビビるんですよ、はい、いや、ビビッやばいと思ったら目が合っちゃって、うん、でお前も撃つかって言われるとどうするかっていうと撃ちますっていう、ね、恐る恐るねでも撃ってるうちにだんだんうってバンバン撃っていって、うん、やっぱそういうもんなのかもしれないですけどね、拳銃ってね、いやだからやっぱりあのティモシー・ボトムズがヤバい人だと、はい、ああなるほど、そう、うん、ごめんなさい、あのね間違ってたよ、うん、酒持ってんのは、はい、あティモシー・ボトムズの方、そうそうそう、であおもむろに出して飲むってそう、うん、進めるんですよ、銃を撃ちまくってるジジイと目が合っちゃった時に、うん、そう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 あのご機嫌伺いじゃないんだけどそうだ別にあの俺怪しいもんじゃないからねって怪しいよこの二人はそうなんだけどどう考えてもねまあ、少なくとも俺にピストル向けないでねっていうね意思表示ですよね、あれで向けないで、うん、お前も撃つかって言われるとノリノリで撃っちゃうっていうね、うん、最初は恐る恐るなのにだんだん、はい、うえーって言って撃つっていうのでやばいやつだと、はい、こうして翌朝、はい、なんかあのバスに乗って、うん、このティモシー・ボトムズがなんだ地元の町に帰ってくると、うんはい、刑務所を出所して出所した足の晩にそのじいさんと会って、うん、その後この多分バスなんか 夜行バスかなんか乗って町に帰ってきたのかな、うん、で町に帰ってくるとそこで保安官に会うんですよね、うん、これがもう一人の男のボー・ホプキンスである、はい、でボー・ホプキンスがそのティモシー・ボトムズのことを捕まえたらしい、うん、なんか麻薬、はい、タイマー、うんまあ、タイマーでですね葉っぱっていうような、うんウィードって言ってたと思うんで多分、うん、売ってたって言ってたんですね、はいうん、
でなんかそういう罪であの逮捕したんだけど、はい、お前のせいで5年も豚箱の不正名称を食うことになったんで、はい、うんうん、首根っこ洗って待ってろよかなんかを言うわけですよねでもそれってさ、ティモシー・ボトムスっすよ、はい、ティモシー・ボトムスってラストショーですよ、はいはいはい、ジョニーは戦場へ行ったですよ、なんかこうなんだろう、なんとなくこう迫力ミスターストーボーような気がするんですよね。いやでもね、私はそんなことないと思ってて、はい、確かにね、ラスつまりラストショーとジョニーが戦場へ行ったっていうのは何かっていうと、はい、彼のその童貞臭さが変われたわけです、ね、なるほど、はいはいはい、まあ、うん、男子100人に来ましたみたいな男の子たちを集めてきても、はい、結構下位の方のモテなそうな感じ、うん、あ、そうですね、うん、あと、はい、あまりそのメンバーの中心にいない感じ、うん、はい、ちょっと押しの弱いような、うん、変ないじめられっ子とかじゃないんだけど、うん、まあ目立たない目立たない方ですよね、うん、そう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 、はい、でもこの作品 だとまあ悪っちゃ悪かもしれないけれど、結構ほらバスから降りた途端にその女の子から声かけられたりとか、かなり人気者っぽい感じですよね。そう、あれはね、途中で分かるのは、うん、元はフットボールの選手だった、うん、高校フットボールの花形選手だって、はい、で一応地元の英雄だったってことで、うん、お姉ちゃんからあら、はい、久しぶりねみたいに通りの向こうから声をかけられて、うん、はい、それのね、なんていうの、返答の仕方も割と女慣れしてるな、うん、こいつっていうね、もう、うん、完全モテ男ですよね。モテ男、今までのイメージをだいぶ払拭する感じで、そうそうそう、でその女と軽口を言い合いながらも、はい、お前首根っこ洗って待ってるなと、うん、よくも俺のこと逮捕しやがったなみたいな、はい、ドスも聞いていて、うん、結構ねイメージ一新って感じで、うん、この作品のそうティモシー・ボトムスはちょっと意外でしたね。で、ボー・ホプキンスの方も、うん、ボー・ホプキンスの方がどっちかっていうと、はい、チンピラ、チンピラ、そうそうそう、いつもはチンピラでしょ、うん、そうそうそう、しかも偉くないチンピラね、うん、ね、そうそう、川谷拓三がアメリカ人になった感じ、ね、はい、そう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 、まあほら、テンタクルズっていうのもありましたけどね、はいはいはい、海洋学者かなんかね、うん、まあ学者っていう感じじゃないですよ ね、 ね、そうそうそう、インテリジェンスがあんまり伝わってこないアメリカングラフィティのさ、はい、うん、はいはいはい、ジョーって役名が確かジョーだったと思うな、うん、ジョー、あ、役名はなんか全然覚えてない変なチーマーみたいなやつ、ね、そうそうそう、チーマー、うん、アメリカングラフィティでなんかお前も一緒になんか、うん、いたずらに、度胸試しでいたずらをやれば、はい、俺たちのチームに入れてやるよみたいなことをやってる、うん、はい、結構なんかしょうもないチンピラの、うん、なんつうのボス風を吹かせてるしょうもないやつって感じでしたよねそう、実際ねボー・ホプキンスってあの人、ええ、彼自身も、ええ、相当な不良だったらしいんですよね。ああそう、リアルなんだ、うん、そう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 、学者じゃないじゃん全然そうそうそう、そう、テンタクルズはね大嘘だからそう、なんかねスリとか、うん、うん、まあその時の軽犯罪はもう西条三次みたいな、あ、やってた、悪だったんですよ、うん、そう、あ、では70年代にちょい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 出てくるじゃないですか、はい、何見てもボーフキンスってで大概そんな役じゃないですかそう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 、なんかもう大概そっちの映画ですよ白熱とかさ、はい、コアクトっていうかね、コアクトね、あとゲッタウェイで さっき名前出したゲッタウェイで最初に殺されるやつ、はい、そういえばそうでしたね、うん、でそんなばっかりなんだけど、うん、まあこいつが保安官役をやっていて、うん、で割とちょっとまともそうなんですよ、うん、はい、保安官事務所に電話がかかってきて、うん、なんかおばちゃんがなんか暴れてるでしたっけ、うん、おばちゃんが銃を振り回してなんかやってるっていうのをしょうもないトラブル起こしやがってババアめって言って、うん、ちょっとお前行って取り押さえてこいと、うん、怪我させたりするんじゃないよなんていうことを部下に指示したりする、うん、はい、うん、割とそのトラブルに振り回されている、うん、まあ、田舎の保安官、田舎の保安官ですね、うん、で有能とは見えないんだけど、うん、なんかそんなに悪い人でもないのかなっていう感じで出てきて、うん、でこれがとある女にとても入れられていると、うん、はい、それがですね、はい、スーザン・ジョージですね、はい、もうだから
さっきほらニューシネマっぽいって言ったじゃないですか、はいはいはい、もうティモシー・ボトムズにスーザン・ジョージ、うん、もうこの顔合わせでもう完全ニューシネマじゃないですか、どんなケミストリーが起こるんだと思いますよねところがみたいなねところがもうどっちかっていうとそのゲッタウェイ系に行くという映画なんですけど、スーザン・ジョージが僕はとにかくそのスーザン・ジョージが見たい、スーザン、まあやっぱりねスーザン・ジョージコンプリートはしたいと思ってたので、はい、うん、スーザン・ジョージが見たいと思ってこの映画買ったら、はい、スーザン・ジョージはあんまり出てこなくて、うん、まあ、どっちかっていうとティモシー・ボトムズとボー・ホップキンスの男 の、 あの、ね、どっちが生き残るかみたいな話になっていくんですが、うんうん、まあ、スーザン・ジョージに入れ上げているのがボー・ホップキンスで保安官で、うん、でそのスーザン・ジョージがティモシー・ボトムズの子を産んだ元カノ、はい、うん、っていうことですよね、うん、そう、結婚っていうようなあのワードは出てこなかったから、出てこない、結婚までいかないんだけど、うん、妊娠してた時にその、うん、ティモシー・ボトムズが、うん、マリファナの販売かなんかで捕まっちゃって、うん、はい、無所に行って、うん、で、子供が生まれて、はい、でそこで取り残されてるところで、うん、保安官のボー・ホップキンスが、うん、まあ、いいよってっていうか、なんかお世話を焼いたり、うん、いろいろとおせっかいをしてあげたりしていて、うん、まあ、一応付き合っているという状態ですよね、うん、はい、うん、でもその状態で帰ってきちゃうと、無所感その息子のちっちゃいね、はい、5歳か6歳かぐらいの子供の父親であるティモシー・ボトムズが、はい、うん、だーティモシー・ボトムズ怖いんですよね。まあそのさっきのそのお前、はい、首根っこ洗って待ってるよこの野郎って言った後、なんかねバーみたいなところに行くんですよ。あ、行きますね、うん、はいはい、であれで、まあ、僕も声は大きいですけど、ええ、声が大きいの、はい、ちょっと嫌じゃないですか、あの店の中とかでね、うん、はい、うん、飲食店とか でしかもその、うん、はい、僕私はですよ、ちょっと耳が遠いんです、はい、あの耳が遠いから声が大きくなっちゃうんだけど、うん、そうじゃなくてほら、はい、あのチンピラとかヤンキーとかが周囲をさ、はい、なんか威圧するためにね、うん、わざわざ大声で 、うん、大騒ぎをして、うん、周りの人がちょっと引いてるみたいな状況って嫌じゃないですか。嫌ですね、うん、それをねやりやがるんだよね、ティモシー・ボトムズが大声でいや無所のお前あの労働はきつかったよ、うん、もう機械の隣に一日中いるからさおかしくなっちゃうんだよ、もう機械がずっとプレスがさ、うん、チャカチャカパン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 ってずっと音が鳴っててさっていうのをわざわざ大きい声で他のお客さんもいるのに言って周りドン引きっていうか、まあお客いなかったですね、怖いからもうあんな空気になっちゃったらちょっと他の店行こうかってなりますからね。でなんかその女の子ともね軽くちょっと叩いたりして、うん、ちょっと待てよ、お前は確かスーザン・ジョージと確か結婚まではいかないにしても男の子もいたし、はい、うんうん、もう無所を出るなら一番最初にスーザン・ジョージに電話を入れて、うん、今俺出たよと今日で首相なんだとかって嫌いいのに、うん、全然ね電話をかけるのが遅いのよ。そうですね、うん、でここで結構相当泥酔した状態で電話ボックスに行って、はい、うん、はい、俺今無所から出たんだって言ってもう1日以上経ってるのに、はい、電話をしたその時に、うん、そのスーザン・ジョージの家にはボーホーキンス保安官が、はい、うん、そう、あのご機嫌伺いに、うん、どう困ってることないみたいな感じで見に来てる、はい、そこに電話が入っちゃって、はい、でスーザン・ジョージもビビるわけですよ、はい、いやーまずいタイミングであの男から電話かかってきちゃったで、ね、昨日あのさっき脅されて分かってますから、うん、ボーホーキンスは、はい、あのティモシー・ボトムズから、うん、あの彼女のところに電話かけてきやがったと、いやーめんどくさいことになるなみたいな感じを漂わせて、うん、さあこのあとどうなるかっていう話なんですが、はい、これはですね、はい、とんでもないネタバレにここから踏み込んでいかざるを得ないので、はい、このアクションについて語り出すと、はい、とんでもないネタバレを言わざるを得ないので、うん、そうですね、うんネタバレを言いますよ。はい、どうぞ。いやいや、ちょっと待って。おだから なんかここは編集して、はい、なんかあのサイレン音かなんかを入れるとか。ああ、なるほど、うん、うん、了解です、了解です。あ なんかしますよ。あと、うん、あのカウントダウンみたいなね、はい、5、4、3、2、1とかをなんか無料音声があったら、はい、それを入れて、うん、ま、こっから先は聞くなよと。ネタバレ警報ですね。スポイルアラートつけようと、
言っててその音源が見つからなかったりただで手に入らなかった時はこの今のやり取りがそのままそのままなってると思いますけど、分かんない、僕のやる気がなくなってなかったらちゃんとやります。分かりました。実はね、はい、はい、そういう話じゃなかったと。そうですね、うん、だから途中で妙な、うん、あの要はほらこの作品ってあのさっき、まあ、ニューシネマっぽいって実はこう痛快ビーフアクションでですっていうね、はい、いう流れで話してきましたけど、はい、ここで突然こうなんかポリティカルサスペンスっぽい要素が入るわけですよね。何なんでしょうね。ね、そう。でも結局、うん、あのストーリー自体は何のポリティカルな要素もないんですよね。うん、そういうことですよね。そう。だからこれ何のためにまああのこれ聞いてる人は何の話か分かんなくな、うん、なると思うんでちゃんとこう説明をすると、要はある政治家の暗殺事件をティモシー・ボトムズが目撃してしまうという展開がここで入ってくるわけですよね。これが、うん、もうちょっと具体的に言うと、はい、その、まあ、さっきの電話をして、はい、お前ん家行くからよとか言って来ないでみたいなやり取りがあった後、結局その、うん、ティモシー・ボトムズは夜に、はい、その我慢しきれなくなって、はい、スーザン・ジョージの家に押しかけるわけですよね。はい、なんか窓から入ってきましたからね。そう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 、もうティーンエイジャーかよお前。本当にね、中学生みたいなことやるんだけど窓から入っていって、はい、で、あんたなんか顔も見たくないわとか、うん、あの子供もできたのになんかこんな麻薬の密売やるなんてなんなのよとかって言うのかと思ったら、うん、はい、スーザン・ジョージも結構早い段階で、うん、だって寂しかったんだもんとか言って許してとかってなるんですよ。そう、うん、でその後に、はい、うん、そう、明日フェスティバルがあると、そうで、そこへで、一緒に行きましょうという話ですよね。一緒に行きましょう、うんうん、でそのフェスティバルでその政治家のなんて言うんですか、あれはなんかこう資金集め、資金集めの、うんうん、あとはほら何々議員を国会へみたいな感じの、なんて言うんでしょうね、あれ、あ、多分だから、うん、地元のお祭りみたいなものに、はい、うん、なんかその選挙区から立候補するなんとかですみたいなものが、はい、うん、マイクを渡されて、はい、ちょっとなんか演説か何かをして、うん、支持層を広げようみたいな、うん、まあそんな感じ ですよね。議員候補者が参加する地元のフェスみたいなところに一緒に行こうと、はい、そう、はい、うん、でなんか上院議員だかなんとか議員だかに立候補しようとしている、うん、はい、人がいるわけですよね、うん、そのフェス会場に、はい、でそのあれですよ、議員候補のボディーガードっていうか身辺警護を、はい、その地元保安官であるボー・ホプキンスが、はい、まあ、任されていると、うん、地元の有力者から、はい、でこれがね嫌な予感しかしないわけですよ。議員がいて保安官がいるところに絡んでいくわけですよね、はい、でわざとこうヘリウムの空気をって吸って声を高い声にして、はい、おめえもついぶん出世したもんだなとかなんか言って、はい、その保安官に絡んでいくっていう、うん、うわー嫌な、空気だ、うん、と思いきや、よしよし、ここからネタバレをしようか、はいはい、思いきや、はい、実は、その議員候補が殺されると、うん、そうですね、うん、暗殺されると、うん、なんかここら辺はもうね、なんかダラスの暑い日みたいな雰囲気になってくるわけですよ、はい、ナッシュビル的な感じで、うん、で後ろからバンバンバンってなんか変な警官の服を着てるのか、そうそう、本物の警官なのかに撃ち殺されたのか、うん、その警官を今度はボー・ホプキンス保安官が、はい、その議員がのボディーガードですよね、はい、議員のボディーガードなのに議員が殺される間はそのむざむざとそれを 見逃していて、うん、横で見てるんですよね、はい、止めるでもなく、うん、で殺され終わった後で、はい、殺した警官をボー・ホプキンスが横から今度撃って、はい、その犯人も殺しちゃうっていう、はい、なんか JFK みたいな、みたいな感じですよね、オズワルドをジャック・ルディが殺したみたいな、ああいう感じですよ、そういう感じ、と思ったら、はい、警官のその死体に封筒が持ってて、はい、うん、なんか結構な大金が入ってる、はい、でそれをスーッとこう抜き取るところを、うん、ティモシー・ボトムズが見てるんですよね、と遠くのトイレの影があたりからね、はい、つまりボー・ホプキンスは、はい、なんかその陰謀に巻き込まれてたと、う
ポリティカルサスペンス的な陰謀に巻き込まれてる、巻き込まれてるというか、うん、陰謀のその、うん、なんつうの、その犯人側、犯人側なんですよ、うん、そうそうそう、首謀者側っていうんですかね、そう、うん、首謀者なんだけど首謀者に使われているヒットマンが何人かいる中の一人なんでしょうね、うん、でそのなんで地元の有力者みたいなやつで、その議員の後ろ盾になっていた金持ちの牧場主みたいなおっさんが、はいはい、いやーこんな政治的な暗殺が相次いでこの国は一体どうなっちまうんだみたいなことを言って、はい、まあだからあれはもう、はい、JFK 以降、はい、もうキング牧師であるとか、うん、あのロバート・ケネディであるとか、はい、もう次から次へと起こってきたその暗殺のことを言ってるんでしょうけど、はい、あの有力者も実はその、はい、暗殺団の一味だった。そうなんですよね、うん、だからそのこのポリティカルサスペンス的な部分でいうと、うん、その中盤の、まあ、ある種のどんでん返しっていうか、その、ストーリーの、はい、あの切り替わりっていうか、はい、そのフックになるための口実でしか実はなくって、マクガフィンですよね。そう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 、典型的なマクガフィンで、うん、そうだから結局あのほら牧場主がなんであの、うん、自分が後ろ盾に なっている政治家を、うん、あの殺さなきゃいけないのかっていうのもさっぱりわからない、さっぱりわからない、うん、で、しかもなんだろう、あのほら牧場主があのボーホプキンスに、要はお前にその渡した2万5000ドルを、うん、要は回収してこいっていうわけじゃないですか、はいはい、うん、っていうことはその流れで言うと、あのこの牧場主からあのお金を預かったボー・ホプキンスが、はい、あのそのお金でヒットマンを雇ったっていう流れが想像 できるんだ だけれども、はい、うん、そこら辺のね、うん、だったらあれ、まあそっか、いや矛盾してる、矛盾してるんですよ、ね、矛盾してるんですよ。だったらいや、なんでその雇ったヒットマンをお前わざわざ殺すのって、まあまあ、そこでね、自分に疑いの目が向かないようにするっていうね、うん、あの三段ももしかしたらあったのかもしれないけれど、でも暗殺なわけじゃないですか、はい、うん、だから別にその犯人の死体がそこに なくったって実はいい話なんですよね、うん、多分、うん、まあ、ただまあそうかそうか、うん、今いや言われてみると僕はもう、ああ、うん、これ単なるマクガフィンだから意味わかんなくていいんだなってことで思考放棄してたんですけど、あ、でもまあ、 あの最終的にはね、うん、あのそれでいいと思うんですよ。ただまあ確かに、うん、暗殺事件が起こった、はい、でその議員候補を暗殺した下手人はすでに保安官が射殺済みで、はい、この事件を解決したんだっていう、うん、そのストーリーをでっち上げるためには、あ、まあ、そうかそうかそうか、うん、そうするとティモシー・ボトムズはあれ、ティモシー・ボトムズはボー・ホプキンスは誰からどう報酬をもらってたのか、はい、まあいいや、これ多分ね見てない人がこれ聞いてもよく分からないところ で、まあ見てください、はい、とにかく本当に意味ないですと、はい、うん、まあ、マクガフィンなんですと、つまりなんかそのここで、はい、あの映画を一気にガラリッ、はい、ガチャガチャポンみたいにして、はい、一気にそのそこでなんていうガソリンを注入して、はい、うん、第2ステージにボーンと行くため の、 そうですね、あの、うん、もうあのどうでもいい事件が起こるわけですよ。でそこから一気にボー、はい、あのホプキンスは、はい、そのポリティカルサスペンスの悪人、はい、暗殺を目録組む側ということになり、うん、それを見てしまった、はい、その、うん、ティモシー・ボトムズ、うん、でティモそこからティモシー・ボトムズが実は冤罪だったと、はい、うん、あのその麻薬でたはめの一件も、はい、あのボー・ホプキンスにはめられてたってことが分かり、うん、はい、でそこからティモシー・ボトムズは、はい、いや実は俺の夢はとにかくスーザン・ジョージオと、うん、お前を連れてカリフォルニアに行くことなんだと、はい、でこの坊主も連れてこうと、俺の可愛い息子なんだから、うん、親子3人で今度こそ結婚して、はい、カリフォルニアに行って出直そうっていう急にいい人になり、そうね、そうでこれをあの実はこれもなかなか面白いんだけど、はい、あのボー・ホプキンスが、うん、ティモシー・ボトムズに俺 の、 あの犯行現場を見られてた、はい、奴を消さねばっていうのを、はい、よくわからないロジックで、はい、ティモシー・ボトムズに見られてたってことがわかるんですよ。あそこそう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 、 あれもね、そう、そう、うん、っていうかお前想像力すげえなっていう話ですよね。あのね、あの抜き取った2万5000ドルだからちょっとどっかに隠してた、うん、はい、隠してたらその隠したところ に後日取りに行ったらなくなってると、はい、うん、
いや、ない隠したのにと思ってこう周囲を見回してみたら向こうにトイレがあった、はい、あ、トイレだ、トイレといえばティモシー・ボトムズだきっとティモシー・ボトムズが正面でもしに来てあの一部始終を見てたんだろう、やつを消さねばっていうね、ちょっと説明が足らないっていうかお前戦利眼かってこれでもね本当にこれあの揚げ足取りじゃなくてこの映画めちゃめちゃ面白いから、うん、はい、ダメな映画じゃないんですあのそこは重要じゃないってことですっ飛ばしてるだけの話で、はい、はい、うん、そうそうそう、まあ、 あのそういうあのちょっとしたツッコミどころも楽しんでいただきたいっていうそうで、ここからが一気にその善悪の立場が明確になって、はい、どっちがいいものでどっちが悪者なのかっていうのが明確になるわけですよね、はい、うん、で、ティモシー・ボトムズは逃げ、うん、ボーフィンスがもう自分はその村の町の保安官ですから、うん、部下たちも動員してパトカーでギュンギュン追ってくるんですけど、うん、まあ、どうにかして手に入れたバイクにまたがって、はい、ボーフィンスはもうそこからチェイスになるわけですね、はい、バイクとそのパトカー軍団の、はい、でなんかバニシングポイント的なね、うん、そう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 、ニューシネマっぽい感じで、うん、てかもうあそこら辺なんかはもうまさに70年代中盤の娯楽アクションっていう感じですよね。でもほら、うん、そのバニシングポイントもあとダーティーメリークレジーラリーも、はい、うん、もうスーザン・ジョージ、スーザン・ジョージといえばね、はいはい、で警察から逃げるじゃないですか、はい、で、うん、やっぱここでやっぱり警察から逃げるんだと、うん、いうアクションが展開されるわけなんですが、うん、僕はここはやっぱすごい、あ、この映画の一番すごいところですよ、うん、あのカースタント、はい、うん、これはびっくりした、うん、まあ悪魔の追跡の監督ですからね。そうですね、ジャック・スターレットですからね。ジャック・スターレットって前回対談した時にもちょびっと名前が出てきましたよね、はい、ああそう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 、きっとお尋ね者、うん、キッド・ブルーキッド・ブルーに出てきた、うん、そう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 、うん、俳優、まあ俳優兼監督でしたからね、はい、彼ね、うん、だから俳優としてはほら、はい、ランボーで、はい、ヘリからポンポン撃ってきて、ランボーに倒されてヘリから墜落死しちゃう、はい、一番悪辣なね、はい、やつですよね、うん、で結構このジャック・スターレットってそのカーアクションとかバイクアクションとかに縁のある人で、うん、俳優としても初期の頃って、はい、いわゆるヘルス・エンジェルスものみたいなのに結構出てるんですよね。あとアメリカではビリー・ジャックシリーズって言われてるんですけれど、一作目が、日本タイトルが、ですね、地獄の天使、ザ・ボーン・ルーザーズって言って、これ主人公が白人とインディアンの、うん、混血の、若者が主人公で、うん、でその若者が白人のね暴走族、はい、うん、を相手に、うん、戦うっていう、いう作品で、でこれがどういうわけか当時アメリカで大ヒットしてシリーズ化されて、はい、でそれがボーン、すみません、ビリー・ジャックシリーズ、ビリー・ジャック伝説とか言われていて、うん、でその作品にもジャック・スターレットは出演しているし、結構ね、うん、アクション寄りってこと。そうなんですよ、カーアクションバイクアクションっていうのは俳優としてもそうだし監督としてもね、割と密接な関係にあるっていうか、ゆかり、うん、非常にゆかりが深い、うん、これあれ、はい、そこのアクションシーンって演出したのが、うん、本人なのかどうなのか分かんないですけど、はい、あれはもう一発でこれはすごいと思いましたねっていうかもう要するに中盤以降からがこのスモールタウンテキサスの、まあ、本当の意味での見せ場ですよね。はいはい、もうアクションアクション、はい、鶴瓶打ちでね。そう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 、何がすごいカーアクションかって口で言いますけど、これは、はい、皆さんぜひ見ていただきたいんですが、はい、もうパトカー軍団にわーっと追われて、はい、バイクでこれは追いつかれるぞって時に、はい、ティモシー・ボトムズは線路に入るわけですよね、はい、線路の中だったら真後ろから、はい、車がなかったり線路の上を走れないじゃないですか、はい、バイクだから線路の上の枕木の上をガタ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 ってやりながら猛スピードで走って、はい、でパトカーはその上には行けないから、はい、隣の道路を並走して止まれとかってやるしかないわけですよ。それでずっとしばらくもう行けるところまで行こうと思ったら向こうから列車が来ちゃうんですよね、はい、遠くの方から、うん、そうで
もうどん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 距離が縮まっていって、はい、このままやると正面衝突だっていう、はい、まあ映画的にはよくあるというか、まあ誰でも考えつくところですよね、うん、でああもうギリギリのところでスッとかわすんでしょうと、はい、まあ、その通りの展開になるわけです、はい、そこは何の関心もあれもないんですけど、うん、どこまでギリギリかっていうのは大問題ですよね。うん、大体、うん、これ見ていただければ本当わかるけれど、おおっていうなりますよね、うん、まあ人の命が、まあ、でも危ないと思うけど、はい、人の命が大丈夫そうなのっていうのは、うん、3メートルとか、うん、2メートルとかぐらいのところでスッと線路からバイクがフッと降りて、うん、ほんでバーンっていって電車が突っ込んでくるのがギリギリでしょ、うん、2メートルとか3メートルじゃないんですよね。あれはね、うん、20センチとか、うん、まあそんな感覚ですよね、映像で 見る限り、ね、何度も見ちゃいました、うん、それは。だからあのほらいろんなアクションさすがにこう見慣れてるけれど、あそこのシーンはおおって思いましたもんね。思いますね、うん、であれね、あのちょっと早回しとかしてるのかもしれないし、はい、もしよくなんか何度も何度も僕も見たんですけど、うん、よくよく見る人が見れば、うん、もしかしたら電車が動いてないのかとか、あ、はいはい、うん、どんな撮り方してるのか、うん、撮り方の工夫によってそう見えてるのかもしれないですけど、うん、まあ、それは、うん、あの可能性として十分ありますよね。ただね、うん、もうね4回僕見ましたから、4回見てもわからない。、うん、どう見ても猛スピードですれ違って20センチギリギリのところをすり抜けてるようにしか見えないんですよ、うん、はい、これはすごいとですね、うん、ここを筆頭に結構ね、はい、うん、本格的な本当にね、こうスーパーカーアクションっていうかスーパーバイクアクションみたいなものを展開して、もう春にダムかって感じですよね。そうですね、うん、で派手に壊せば、まあ、派手に壊しもしてるか、派手に壊しもしてますね。派手に壊しもするし、はい、そのもうノットクワイトハリウッドってあったでしょ、うん、はい、あのオーストラリアで、はい、オーストラリアがなかなかその安全基準が甘々だったから、うん、はい、一昔前まではなんかとんでもない危険な撮影が余裕で横行してましたっていう、はい、うん、でそれで、ね、マッドマックスなんかが生まれてきたんですっていうドキュメンタリーがあったけど、はい、うん、テキサスは、はい、安全基準とかがオーストラリアぐらいなのかなって思うような。なことはないと思いますけど、ね、なことないかな。なことはないと思うけど、まあそう思ってしまうぐらいの迫力はありますよね。あ、ジャック・サレットってちょっと調べたらテキサス出身みたいですね、はい、あ、そうなんですか、なるほどね。なんか地元への、うん、なんかその自重気味なんだけど愛も溢れてるみたいなもんだと僕は思うんだけど、はい、なるほどね、うん、バイクでそのバーッと20センチのところすり抜けるでしょ、はい、そうするとそのすり抜けていったバイクを追おうとした、うん、ボー・ホプキンスのこうパトカーが、はい、後ろやっと線路を降りたから追いつこうとしたらそのまま勢い余って線路の方まで行っちゃうんですよね。で、もうそこには電車が突っ込んできてるんですよ。やべえと思って急ブレーキを踏むと、うん、あれもすごくって、はい、スピンしてね、はい、うん、パトカーがやべえと思って急ブレーキでスピンすると砂ぼこりを上げながらキキッとなって、うん、車の向きが横向きになってね、はい、車のその横の側面と結構猛スピードで来ている電車がバーンって当たってバウンドしてちょっと離れて止まるっていうんですけど、うん、あれがね、あれはやばいですね、あれ人が運転してるんでしょ。まあ時代のカーアクションですから当然そうですよね、うん、でもしね、もう電車の長い連結の車両の電車が来てるものに対してやるんだったらまだ分かるんですよ、うん、そのラインに対して、うん、その線に対して突っ込んでいって急ブレーキをして、うん、ドリフトをして、うん、腹の方でボーンと当たるっていうのがまだ分かるんだけど、うん、その電車がこっちに先頭車両が突っ込んでくるタイミングでそれをやるわけですよね、うん、命がけですよね、命がけですよね、うん、一歩間違うと、うん、電車が来るよりも先にこっちが線路の方までフライングしちゃったら、うん、ドカンってぶつかるわけですから即死、絶対即死ですよあれ。うん、いやーもうすごい、うん、やっぱりオーストラリア級なんじゃないでしょうか。だあれですよ、だからそれこそダーティーメリークレイジーラリーになるわけですよ。そうですね、ダーティーメリークレイジーラリーの最後状態になるスレスレなところをならないスタントをやってるのがすっげーなと、うんうん、だからもこの76年っていうのは本当にそのカースタント映画がやっぱりブームだった時期ですよね。トランザムシリーズにしろ、あとはその、まあ
バネシングインターボとかね、うんうん、だからまさにそういう時代の、まあ、流行に乗った部分はやっぱりあるかもしれないですよね、はい、うん、でもね、あのなんか派手 な, なんか高速道路とかを使ってサンフランシスコの街とかを使っていう予算がないから、うん、ここは命かけるしかねえなと、うん、命かりいな安いないやでもそうとしか見えないですよ ね、まあ、ね、確かにね、あの先行してる作品群に勝つためには命がけでやってすげえの見せようぜっていうぐらいのすごい映画だなと思うんですよ、うんはい、うん、そうですね、いやーすごい、で、うん、あのもう爆発するし焦点に突っ込むし、はい、うん、あとね途中で運転を誤ってドーンと池にはまるってシーンなんです、はい、車が、うん、はい、で車の中にカメラがあってどぼ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 こう沈んでいくのが映るんですけど、はい、うん、はい、水の汚さがすっげえリアルなんですよあれ本当のため池ですよねあれね、うん、そうでしょ、撮影用にこしらえたわけじゃないですよね、ないでしょうね、うん、あの山ほど池に落ちるような映画っていくらでもあるじゃないですか、はい、うん、ありますね、はい、アトミックブロンドなんかでも、あ、はい、うん、なんかベルリンでね、うん、あの海だか川だかにドボンと落ちましたけど、はい、あ、綺麗なあの雑菌とかのいない撮影用のプールで、はい、飲んでもね俳優さんが病気にならないようにできてんだなと思うんですけど、うん、すごい汚い農業用ため池みたいなところに落ちてってちゃんとそれ撮ってるのもすごいですしねあの水飲んだら絶対腹下すよなって感じですよねいやーこれは後半は本当に手に汗握る感じになっていって、うん、はい、ボー・ホプキンスはとにかく逃げ切りたい、うん、で、あの、あ、違う違う、ボーホじゃない、あのティモ、あのティムシー・ボーホプキンスがとにかく逃げ切りたい、でボー・ホプキンスはもう見られちゃったからあいつ消すしかない、うん、で途中からスーザン・ジョージもどうでもよくなって、はい、あの女も俺を裏切ったんだから殺しまおうという感じで、もうとんでもない悪辣なあの保安官が権力をあの総動員して、はい、うん、あの抵抗する男を追って、うん、あの、はい、消してしまおうというところが、はい、ニューシネマっぽいんですよね。そうですね。そここそがまさにニューシネマっぽくて、まあそここそがっていうか、まあ、そこだけがっていう言い方もありますけれど、そうですね、うん、警官が悪役っていう、はい、うん、警官がその権力を動員して、うん、そのなんか自由を求めて、うん、新天地を求めて逃れようとするやつらを追い詰めて追い詰めて殺すっていうのっていうのはもういそれこそがまさにニューシネマっぽいじゃないですかね。俺たちに明日はないから始まって、うん、もうニューシネマ以降 の, そのアメリカン、まあ、アクションの、まあ、定番的な設定ですよね、まあ、うん、ニューシネマの定番ですかね、うん、80年代に入るとそれこそディーサルウェポンとか警察いいものっていうのがまた、うん、あ、まあ、レーガン時代に入ると出てきますけど、はい、ニューシネマに関しては警察っていうのはそういうその、はい、ね、なんていうか権力のまさに倉庫のようなものとして描かれるわけですけど、はい、うん、しょうがないってはしょうがないんですよね、うん、あのベトナム戦争もありましたし、はい、うん、でベトナム戦争みたいなことがあると、であの村民村虐殺みたいなことがあると、はい、とんでもないぞって言ってベトナム戦争、うん、政府はすぐにやめろとか、はい、ベトナムを即座にその撤退しろとかっていうふうにそれは言いますよ、うん、でそれは正論だと思いますよね、うん、はい、まあ、今となったら歴史の審判が下った今となったら、うん、どう考えても、はい、ベトナム戦争は続けるべきだとか、はい、あの、うん、共産国をやっつけるべきなんだっていうのが間違ってたってことはもう、うん、結論が出てくるんですよね。で、はい、であのベトナム戦争やめろっていうふうに今から見れば正論なことを、うん、デモ隊とかが言うわけですよね、うん、特にその68年に大統領選で、はい、あのニクソンが大統領になるわけですけど、うん、はい、つまりあのリンドン・ジョンソンが、はい、あのベトナム戦争を拡大させるだけ拡大させて、あまりにももう、うん、国内が荒れちゃってね、やめろとか大騒ぎになっちゃったので、うん、もう2期目は目指しませんと、はい、うん、あの2期目には出馬しません、うん、すんませんでしたとは言わないけれども、はい、降りちゃったでしょ、うん、そうですね、で、まあ、結局その後でなったのはその、うん、ニクソンなんですけど、ニクソンに決まる前のどっちが大統領になるかっていう、ニクソンかハンフリーかってやってた段階で、そのハンフリーさんの民主党の側が、うん、民主党の大統領予備選というか民主党の党大会で、うん、民主党党大会っていうのが68年に開かれたんですよ、シカゴで、はい、うん、この時にその民主党っていうのは当時の政権与党でしたから、はい、ベトナム戦争をやってる側なので、うん、やめろと、
お前たち の民主党が始めたベトナム戦争やめろって言って、学生とかそういうのが平和団体とかがシカゴにもうものすごい数集まっちゃって、はい、うん、で、まあ、言ってることは真っ当な人の方が多いですよね、うん、中には過激なことを言う人もいるでしょうけど、はい、ベトナム戦争やめろと、うん、そのベトナムの農民とか民衆とかを虐殺するような真似をするんじゃないっていうことを言ってるのを、うん、棍棒とか、はい、そういうので殴りかかって、うん、はい、解散しなさいって言って弾圧したのがそのシカゴの警察ですよね、うん、でまあそれに限らず、はい、棍棒とか警棒とかを振るって脳天をかち割ってそのデモ隊の側が血まみれになって、うん、でデモ隊の側の言ってることっていうのは黒人差別はやめましょうとか、はい、うん、ベトナム戦争はやめましょうとか言ってるんですけど、それを、うん、解散しなさいと、届け出のない違法な集会です解散しなさいとか、道路交通法違反だ直ちに解散しろとかいう、そういう、はい、うん、ベトナムで戦争して虐殺してるのと道路交通法違反とってなんか、うん、なんか100万対1ぐらいのウェイト差がありますよねと思うんだけど、うんうん、そういう理屈で弾圧せざる、はい、まあ、追えない側に警察はどうしてもなっちゃいますよね、うん、まあ、それはねしょうがない部分もありますよね、まあ、法律っていうのもあるし、うんうん、でそれを取り締まらないわけにもいかないんだけど、まあ、当時のアメリカの国民感情というか一般の感情で見ると、うん、何ベトナムから撤退しろって言ってる人たちを道路交通法違反だから解散しろ解散しなかったなって言って警棒で脳天勝ち割るのと、うん、どっちが悪かこっちだなって話になりますよね、はい、なりますね、そうそうそう、で政治状況がそういう風に紛糾しちゃったせいで、うん、ちょっと警察の人たちは割り食っちゃって、うん、弾圧するもの、はい、自由を求めて逃れようとか、うん、そのフリーダムを獲得しようとする若い人たちを暴力と権力によってねじ伏せて、はい、何だったら殺しちゃう側というふうに、うんうん、あの瞬間のアメリカの、うん、国内の人たちが、はい、の多くがそのように見なしちゃったのは、まあ、時代上しょうがない部分があって、うん、まあ、それ言ったら最近もね、その結局その黒人差別っていうそのカテゴリー、まあ、フィールドというかカテゴリーっていうか、まあ、そっちの方でやっぱり警察官、ね、に対する非難っていうのはまあね、こうそのアメリカでは根強いっていうか、うん、まあ誰は確かにやりすぎだろうと思うところが、うん、毎度毎度思いますよね。そうそう、だから割とほらステレートアウトコンプトンやなんか見ててもその分かりますけれど、特にその貧困層の、黒人の人たちにとって見るとやっぱり未だにそのアメリカにおいてその警察官というのはこう自分たちを抑圧する敵なんですよね、うん、まあ、ね、本当にこの60年、まあ、その68年がシカゴ暴動ですけど、はい、うん、60年代末のアメリカが二分した時にそういうキャラがすっかり定着しちゃいましたよね、うん、定着しちゃったっていう感じですよね。本当にさすがにこういう侵略みたいな戦争はやめろとか、うん、ある国がその共産主義になるか同主義になるかはその国が決めりゃいいのを、うん、それは決めさせないぞって言ってやってる戦争をなんかやめちまえっていう正論を言ってる人たちを、はい、警棒でね、で本当にやっぱり当時のニュースフィルム見ると血をもうダラダラに流してて、うんうん、デモ隊の人同士でこうなんていうの解放したり、はい、本当にひどいじゃないですか、うん、まあ、あれはそういう印象になっちゃったのはある意味しょうがないですよね、うんうん、いやそういう時代のものすごいその嫌な感じ、プレッシャーみたいなものがニューシネマってものを作らせて、ある種 その弾圧する警察っていうフォーマットになったんですけど、うん、明らかにそのフォーマットを踏襲してますね。踏襲しつつやってることはあんまりその、はい、なんていうの、ペシミスティックなことではないんです、うん、そういうことじゃないですよね。結構だから自分最初にそのまあ、ニューシネマっぽい雰囲気から入っていったんで、あ、これはそのちょっと社会派の入ったようなね、うん、最後はちょっとこう、まあ、ほろ苦いような感じで終わるような死ぬってことですね。そう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 、もうニューシネマといえば、うん、最後はボー・ホップキンスが自由を求めるんだけど結局死んじゃってティモシー・ボトムス、あ、そうそうそう、ティモシー・ボトムスね、ティモシー・ボトムスが、うん、
あの二人ね、実はキャラが若干かぶるっていう問題があるんだよな。イメージ的なね。そう。イメージ的にね。二人ともテンパーで、二、はい、人ともなんか、はい、わあの分かんないけど、小男っぽい印象ありません？ん？小男な印象ありません？ああ、小男な印象。はいはいはい。あんまりその190とか、はい、がっちりした男ってよりも、うん、まあ僕と自体が170ぐらいとか、うん、アメリカ人にしては大きい方じゃないんだねっていうイメージじゃないですか。うん、まあ要するに普通っぽいんですよね。普通っぽいのよ。うん、だからこれはキャスティングの妙なのかミスキャストなのかまあそういう時代だったのかっていうね、うん、あだって70年代にそのなんだろうその時代のその流れ で、まあ、ニューシネマのその時代の流れに乗って出てきた俳優さんって、うんはい、結局70年代でしか通用しなかった人が多いじゃないですか。あ前回もその話になりました ね、うん、ねそう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 、はいはいはいうん、だからなんかあの時代がエリオット・グールドだエリオット・グールドが70年代以外は生きる道がないとかいう話になったそう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 だからそういう人たちって、まあ、それって70年代に限らず、はい、あの80年代にも90年代にもそういう人たちっていたと思うんですけれど、はい、結局その時代の空気の中でしか生きられない、うんうん、俳優っていう人たちが必ずあの一定数いてでボー・ホプキンスやティモシー・ボトムスも多分そっちのカテゴリーに入るのかなっていう気がするんですよね、うんうん、だからボーン・ホプキンスでいうとね、はい、ちょっとなんかさっきお話をされようとしてたのに腰折っちゃったかもしれないけど、うんうん、ボーン・ホプキンスでいうと、はい、さっきその変なチンピラ あのアメリカの川谷拓三みたいな役で、うんうんはい、白熱とかゲッタウェイで、はい、なんかしょうもないチンピラみたいな役で出てたと言いましたけど、はいうんうん、例えばバート・レイノルズとか、うんはいうん、例えばまさにスティーブ・マックイーンとかだと、はいまあ、アクションスターっていうことで、はい、こう、うん、言い間違うことってないじゃないですか、うんはい、ボー・ホプキンスとねティモシー・モトムズは、はい、どっちがどっちだか分かってるんですけど、はい、あまりにもキャラが薄いというか、はい、あとなんとなく風貌も似てる感じで、はいうん、だこれが多分ね狙いでやってると思うんですよ。ああなるほど、うん、だってさティモシー・モトムズが、まあ、そりゃ断られたのかもしれないけどもスティーブ・マックイーンとかだったら、はいあこれは最初はその無所から出てきてね、うん、あなるほど、うん、そうなんかバーボンとかグビグビやりながらだけど、はいはいはい、こいついいもんだろうとか分かるでしょ、うんはい、分かりますどっちがヒーローかとかさ、うんはい、あとバート・レイノルズが出てきたら、うん、それはもうこいつは腕っぷしが強くてっていうのが分かるじゃないですか、はいうん、それがどっちもなんか無駄つながらない2人がやってるので最初はうまく騙されてね、はい、すっかりティモシー・ボトムズがおかしな、はいうん、あのチンピラのヨタモノで、はい、ボー・ホプキンスがまあ、あの一応その職務にあの精霊課金している、うんまあ、あのうだつの上がらない保安官でそこがその対決するのかなと思ったら逆転するっていうのがこの映画の妙ですよ、うんうんまあ、そういう意味で言うとやっぱり狙ったキャスティングだったのかもしれないですよね、うんうん、そうそうほもう一個言いたいことがあったどうぞ毎度おなじみというかえファッションの話をしたいああはい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 ティモシー・ボトムズがかっこいいんだこれ最初はしょぼかったけど、うん、最初はなんかあのその酔っ払いのおっさんからも言われてたけど、うん、お前黒いスーツに白いあの、はい、靴下なのかってあれ、うん、あの革靴でダークスーツに、はい、あの白い靴下っていう一番やっちゃいけないコーディネートで来るんですけど、うん、まあこれはあの無所から出たんで着るものがなかったからありものなんだって言って、うん、帰ってきた後あの町に戻ってきた後彼は元その高校の花形選手だってことで、うん、高校時代のスタジャンをね、うん、フットボールのチームの、うん、で、はい、何年優勝何年優勝ってあの袖に、はい、あの佐原刺繍の、はい、あのワッペンが貼ってあるようなやつを着るんですけど、うん、このねスタジャンとその寝るシャツとあともう汗たあのジーンズの、はい、このかっこよさたるや、うん、僕僕はあのほらアメコミのアメコミじゃないあのアメカジの世代でしたから、はいうんはい、90年代の、うん、アメカジ直撃世代でしたので、はいまあね、リーサルウェポン2のメル・ギブソンとか、ね、なるほど、うん、いやリングスかっけえなーとかってみんな言ってたんですよ、はい、あとビバリーヒルズ2 の、はい、あのアクセル・フォーリーね、うん、エディ・マーフィーね、はい、めちゃめちゃかっこいいなってことで、
多分まあ同い年の40前半ぐらいの男子であれば、はい、ていうか おっさんであればあの男子か、ね、男子じゃねえかみんなもそこはね、はい、あの通ってきた道ですよ、うん、リーサルウェポン2のリッグス刑事と、はい、ビバリーヒルズ2のアクセル刑事かっけーって言うんだけど、多分こっちは誰も知らないと思う。スモールタウンインテキサスのティモシー・ボトムズは相当かっこいいぞと、うん、あれは良かったね。ボーティンスの方はもちろん保安官の服を最初から最後まで着こなして決まってますから、はい、あれなんですけど、70年代後半ぐらいから徐々に出てきた、うん、そのあんまりその木をてらってるない、はい、あるいはそのあんまりその時代の流行みたいなものをゴリゴリに押し付けてこない、うん、一番ベーシックな、はい、うん、何もその着飾らないベーシックなかっこよさみたいなものがこの時代から出てきて、うん、はい、やっぱ E.T. なんか見ても思うんですよね。E.T. とか、あとグーニーズとか見ても思うんですよね、うん、あれよりも後になってきちゃうと、はい、それこそ日本だと DC ブランドブームとかが、はいはいはい、うん、どんどん派手になってきますけど、うん、70年代後半から80年代前半にかけてのすごいベーシックなファッションアイテムを着ているのっていうのはもう見てるだけでかっこいいなと思うんですが、これはファッション的にももう垂涎の映画でした、うんうん、あとねちょっともう一個言いたいことがあるんですよどうぞどうぞ。ジョニーは戦場へ行ったの話をしたい。ああなるほどね、ティモシー・ボトムスね。ティモシー・ボトムス、うん、まあ、ジョニーは戦場へ行ったらもう誰がどうもう孫を勝たなき大傑作、はい、反省映画の大傑作でしょ、うん、あのあらすじを言うとですよ、はい、まあこれは誰皆さんご存知だった、うん、はい、どうぞ。じゃあ不詳私がどうぞあらすじを言うと、まあ、つまり戦争もう言った瞬間ですよね、はい、最初のオープニング の歌が流れて終わった後、はい、歌の終わりがヒューっていう風に爆弾が落ちてくる音で、はい、ドカーンバーンっていって、はい、オープニングがクレジットが終わるわけですよ、うん、第一次世界大戦の話でね。そうですね、うん、でティモシー・ボトムズ演じる主人公はもう最初から、うん、ものすごい負傷兵なんです、うん、どれぐらいすごいかというと両手両足が飛んじゃってる、はい、で、まあ、顔も飛んじゃってる、顔がもうえぐれちゃってるんですね、うん、だから顔出てきませんね、うん、ティモシー・ボトムズが出てくるのはずっと回想シーンの、うん、ね、戦場に来る前 の、はい、平和だった頃の回想の中では顔が出てきますけど、うん、戦場で負傷した後の顔ってのは全然一度も映らない、うん、顔がなくなっちゃってるでしょうね、はい、耳も全部なくなっちゃっていて目もなくなっちゃっていて、うん、で軍医たちは、まあ、ただこれはもうその生理現象として何つうの生存しているだけで、はい、本人はもう意思も何もないはずだから、うん、まあ、ある種の医学の実験としてこれをどこまで生き延ばせるかっていうことを技術を高める上でやってみようっていうわけですよ、うん、それが今後のその負傷兵の治療に役立つかもしれない、うん、でも実は本人意識あるんですよ ね、うん、脳は傷ついてなかった、うん、でも動くことも喋ることも聞くことも見ることも何することも一切できなくて、うん、で喉にこう穴開けられて流動食みたいのをこう、はい、チュー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 ってこのスポイトみたいなので入れられて、うん、その状態であーっといろいろとその思いが去来するっていう映画で、はい、うん、ティモシー・ボトムズはこれがデビュー作なのかラストショーがデビュー作なのか、あ、ね、こっちの方が先ですよね、うん、ジョニーの方が先かな、うん、そうジョニーの方が先だけどこれがデビューなのかはちょっと調べてみないとわからないですね、まあ、71年の映画なんですよ、うん、両方ともね、はい、ただねちょっと私はねジョニーが戦場に行ったティモシー・ボトムズといえばもうこれでしょうと思って、ちょっとまあ不意に調べてみたんですよ、はい、そしたらびっくりしたことがあって、これダルトン・トランボがもともと小説書いてたと、うん、ダルトントランボってのはトランボの、あの、はい、皆さん、うん、トランボのトランボです、はい、トランボのトランボははい、あれなんですけど監督なんですけど、はい、小説も書いていて、うん、でまあこのトランボは脚本家でジョニーは戦場へ行ったは監督もしてますと、うん、でそれがもともとはダルトントランボの小説が原作です、うん、でこれ1939年の戦前の小説なんですよ、はい、戦前に、うん、はい、まああんまりまだその
名をなす前のトランボが書いた、うん、小説、うん、それをうんと後になって、はい、ベトナム、まさにベトナム戦争のかなりやばい時期ですよね、うん、はい、に、本人が監督して映画化した、うん、まあ、反省映画ですよね、うん、あ、戦争行くとこの状態になっちゃうのかと、うん、爆弾が至近で着弾して爆発すると手が飛んで足が飛んで、うん、目がなくなって耳がなくなって顔がそがれて、うん、でちょっと例えば安楽死させてくれとかいう言うこともできないで縛り付けられて、うん、で生かすだけ生かしてみようと実験だとかって言われちゃった、うん、これは最悪やっていう、うん、でそれを今アメリカはその1971年に同じようなことをベトナムでやってるわけですよね、うん、でこれほどの反戦映画はないんですけど、うん、まあ、そもそもは1939年、はい、まあ、だから第二次大戦が39年の9月の3日に始まりますから、うん、もう第二次大戦が始まるか始まらないかぐらいの頃に、うん、その本人がだいぶ大昔に書いた小説なんですよ、うん、はい、これが分かんなかったんですけどね、うん、ふと思いついて、はい、江戸川乱歩で昔読んでたことがあったんですよ、はい、江戸川乱歩を、はい、うん、似たような話あったよなというのがはたと思いつつ、はい、うん、芋虫って話、あ、はははは、うん、芋虫って話覚えてます？これね調べてみたら、はい、芋虫は1929年なんですけど、うん、これどんな話かっていうと、はい、うん、これだから1929年って戦、どっかでしょうね、中国大陸かどっかで戦争に行った日本の、うんうん、なんか須藤中尉とか須永中尉とかなんかそんなような人なんですけど、その人がやっぱり同じように戦場で手が飛んで足が飛んで、はい、耳が聞こえなくなっちゃって、もう鼻も口も全部飛んじゃって、ただこの人目だけはあるんですよ、うん、目だけが見える状態なんだけど、もう自分で動くことも何することもできない、うん、で何か英雄的行為をしたらしいんですよね、うん、で勲章ももらって英雄だ万歳かなんか言って迎えられるんですけれども、その仲間のなんていうんですか、なんていう仲間の軍人たちに家に連れて帰られて、はい、うん、彼は奥さんがいるんだ、うん、その須藤中尉とかっていうのは、で奥さんがその旦那とご対面するわけですよ、うん、で旦那様英雄ですとかなんか言われて、今後、尽くして解放してあげてくださいとかなんか言われて、分かりましたとか言って旦那を見てみると、旦那はもう本当に、手も足もない、口もない、鼻もない、耳もないっていう状態で、でそれでもまあ献身的に介護をするんですけどね、うん、似てるんですよ、うん、確かに確かに、うん、でティモシー・ボトムズの方はこれ口もなくてもう何にもないから身寄りが分かんないんですよ、うん、どこの何という、はい、名前の兵士だったかも全然分からなくて、ただただずっとその軍の病院で、うん、治療を受けるんですけど、うん、その須藤中尉だかの方は、はい、これはもう身元が分かっていて、うん、奥さんが解放するんですが、うん、何年か経ってくるともう限界に来ちゃうんですよね、うん、でまあ江戸川乱歩といえば、はい、エログロナンセンスですから、はい、でもねちょっとなんか、ね、田舎みたいなんですよ家が、はい、で、はい、人も訪れてこなくって本当に孤立した環境の中でやることも何にもないと、はい、ひたすらその旦那さんの口にご飯を食べさせて、まあ多分なんか恩給か何か支払われてるんでしょうか、うん、それで食いつなぎながらもう2人だけのもう引きこもりみたいになるわけですよね。そこでもうやることもないのでひたすらにやりまくると、うんうん、そのまあ、正規だけは無事だったんですよね、うん、ここも同じなんですよ。なるほど。これジョニーは戦場行ったも、はいはい、正規だけは無事で、うん、で途中で看護婦が出てきて非常に海外しく解放してくれるんですけど、はい、あれこの人もしかして脳は無事だったのかしらって気づく看護婦がいるんですよね、うん、ああそうか、はい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 、うん、そう、うん、でこれがまあいわゆる専門用語でいう、はい、うん、手こきをしてくれるわけですよ、うん、はい、うん、で彼女が、あ、この人は本当にちゃんと人間としての欲望もあるし、うん、まだ意識も残ってるんだって言ってどうにか助けてあげたいみたいな話になっていくんだけど、うん、まあ、なかなかその絶望的な最後が待っている、うん、でその江戸川乱歩の芋虫の方も絶望的な最後が待っている、うんうん、パクったかこれトランボファンっていう人がもしいたんだったら怒られるかもしれないけど、はい、うん、だって江戸川乱歩
歩って1929年なんですよ、はい、うん、で、はい、その小説のトランプの小説の方は1939年で10年遅れなの、うん、話そっくりなんですよ。英語に翻訳された形跡あるんですかね、それ。いやー、わかんない、うん、だからまあトランボが日本語を読めたという可能性はあまり考えられないから。いや、でも映画業界でずっといて脚本がやりながら小説書いてたりしたら、うん、そういう話ってきませんかね。なるほどね、何かしら、うん、どっかで小耳に挟んだことがあるかもしれないかもね。もうこれはもう裏も何も取れない話ですから、うん、いや話似てんなと思って、大体ね、うん、はい、これはね運命的な符号があるんですよ、はい、トランボとランボ、はい、すげえ